奴らの目的は俺たちとは違う。そう、もうどうにもならないのね。あいつは無理って思ってたんだろうな。だったらなぜ誰ももうやめようと声を上げないのですか。もう引き返せないんだ。なるほど、人の英知を凌駕する存在か。面白い。文字通り作られた悪魔。俺たちの知らない知識を持っているかもしれない。この先ですが、おそらくそこがクズの葉の潜伏先です。あなたは？クズの葉というシステムの保険といったところかな。こちらも全力で行かせてもらう。ヤタガラスの人間だ。奴らもここまで。世界を救うことだけでなく、時には小さな声に答えることも寛容。なんだよあれ。ようこそ電子の魔女とサマナー諸君。アイオンの立派な頭でどうにかならないのかよ。無理、高性能すぎて戦うべきじゃないっていう回しか出てこない。すげえ高性能だな。強い。私を止めたいのなら我々の流儀で来たまえ。それがあなたのもたらす世界の終わりってわけだね。お断り。化け物だろうと殺せば死ぬわよ。君たちの攻撃など何の意味も持たない。リンゴ、ソウルハックよ。あるんでしょ、つなぎ止める魂が。彼女は組織内部で裏切り者として追われている。俺は自分の意志でアイオンを信じた。あんたのこともな。こんなことをいつまで続けるつもりですか。人の魂のあり方を作り変える力。俺たちを生き返らせたのが原因なのかよ。だったら俺はそこから救い出してやりたい。守れコベナント。あんな形で別れたままだなんて私嫌だ。どういうことだよ。ソウルハックは死者を蘇らせる力のはずだろ。本当にやるってんだな。君の世界は狭いな。あれ以上何ができたっていうの。ごめんなさい。教えてくれ、君は一体何をやろうとしているんだ。リンゴ、もうやめて。